はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、今週のアプデ解説させていただけたらと思います。いやー、日本代表のね、激アツガチャ、そして最近毛利ポイチ監督が登場しております。はい、こちらもね合わせて解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。ってことで早速やっていくんですけど、その前にバルサガチャ引いた皆さんどうでしたか？ SWCC 再度勝てましたか？サイドアタック結構ね、私の視聴者さんですとか、あとはネットの声を見ていても、私 SNS でね結構シャドウ的に皆さんのつぶやきを見てるんですけど、今までねなかなかカウンターに勝ちを拾えなかったサイドがめちゃめちゃ勝てるようになってるって声がすごく多かったです。やっぱバルサ強いよね、バルサ染め。私も今回何度か当たりましたけど、私ポゼッション結構自信があって、43かな、総合値あってですね、まあそこまで弱くないだろうとか思ってたんですけど、なかなかやっぱねサイド相手に勝ち点を拾えなかったですね。取れても引き分けとか、47とかのサイドはもちろん化け物で勝ち点を落とすこともとか負けることもありましたし、逆にね38とかのサイドアタックでも結構手強かった印象です。私はねサイドアタックマンチェスターユナイテッドのまま行っているので、バルサに変えてはないんですけど、やっぱね監督も強いし選手も強いし、かなり強力だったみたいですね。はい、ということでですね、ちょっと前置き長くなっちゃいました、すいません。早速今回の本題に入っていきましょう。まずはですね、細かいけれどしかし大切なところいきます。こちら一つ目です。予告、友達招待報酬変更および招待人数リセットのお知らせでございます。こちらはですね11月中って書いてはあるんですが、おそらくもう来週に来ます。友達招待キャンペーンの人数に応じてもらえる報酬アイテムの変更と招待人数のリセットが入りますので、ぜひこの機会にですね、まだこの招待してないよって方はぜひ5名の方を呼んでいただけたらと思います。まあ、SNS で集ってもいいですし、リアルのね同僚ですとかお友達に声かけてもいいと思うんですけれども、今回ねマジで各ポジションの限界突破練習の1段階目っていう豪華なアイテムなので、取り逃しないようにしてください。5人目のねゴールキーパーのやつとか賞味いらんよって方いるかもしれないんですけど、ゴールキーパーの限界突破素材って星4選手を星5に進化させてね、その進化させた星4、元星4のかっこ仮星5のゴールキーパーを限界突破1段階してから売却すると、本来50コインのところが1段階目限界突破してるので100コイン手に入るので、まあ金コインプラス50枚のアイテムって手に考えたらね、手に入れる価値ありです。マジでやってください。ちょっと今何言ってるか分かんなかった方のためにね、簡単に実際の絵を見てお知らせしますが、すいませんちょっと早口だったので、どういうことって思ったかもしれないんですけど、例えばですけど誰がいいかな、いらない星5ゴールキーパーは、あー微妙なんですけど、まあシュマイケルでいっか。シュマイケルをさ、まあ、こんな感じで進化させるじゃないですか。でこの今進化させたシュマイケルはこのまま売却したら50金コインになるわけですよね。皆さんここまでは大丈夫ですか？星4を星5に進化させて売ると50金コインですよね。でさらにここで限界突破のところでですね、このゴールキーパー用の限界突破をシュマイケルに1回使うとすると、まあ、シュマイケル限界突破1段階目になるわけじゃないですか。でこのシュマイケルをただただ売却するんですよ。もちろんね、ゴールキーパー用の限界突破素材をきちんと星5のゴールキーパーで使う当てがある人はいいんですけど、そうじゃない人はこのシュマイケルのをね売ると、よいしょこいつをね売ると、この左下の売却総額ってとこ見ていただきたいんですけど、100金コインになってるんですね。本来50金コインなんですけど、限界突破1段階してるので100金コインなんです。こんな感じで限界突破素材、特にゴールキーパーってあんまりそんなねポンポン限界突破する選手が生まれるポジションではないので、まあ、シンプルに1人しかチームにいないしね。なんでこんな使い方をするのもありだと思います。めちゃめちゃおすすめ、ぜひ取ってください。そしたらですね、今回の細かいところこれで終わりなので、アプデのメインの方に行きます。先に CCT の話をしちゃいましょう。クラブチャンピオンシップトーナメント CCT 開催です。
では今回もですね、この CCT に関しては、ボーナス選手がいます。日本代表スカウトの総勢17人ぐらいかな、ずらっといますね。人数違ったらすいません、めっちゃ多いっす。であとはそれぞれ 20% 40% のボーナス付き監督がいます。今回の CCT は1回限定ミッションでこんな感じのアイテムがもらえます。ほぼ大半をですね、ノールカップ秘密練習と極秘練習が占めているので、正直プライオリティめちゃめちゃ低いです。自然に多分全部取れると思うんですけど、もうめちゃめちゃ後回しにしちゃって大丈夫というか、もう意識しなくていいです。なんか勝手に達成してたわくらいで大丈夫です。デイリーミッションもしっかりです。じゃあ CCT ってめちゃめちゃ報酬微妙じゃねって思う方いるかもしれないんですけど、安心してください、大丈夫です。ポイント達成報酬が美味しいですね。いつも通りですが、ポイント達成報酬が豪華で美味しいです。ちょっと簡単に見ていきましょう。まずね、私まだ CCT0 ポイントなんですが、40万ポイントの時点で星5確定スカウトチケットがもらえます。あら嬉しいですね。でさらにさらにいくと、120万でももう1枚星5確定チケがもらえ、180万では進化秘密練習が2個もらえます。これが4つあると星4選手を星5に進化できますね。で2個って微妙じゃんって思うかもしれませんが、大丈夫です。400万のところで5個追加でもらえます。でさらにさらにここの上まで登っていくと、あとは微妙にね、ちょっとこの強化素材とか、まあ、極秘練習が手に入ってるようなイメージです。なので皆さん意識していただきたいのは、とりあえず400万のこの5個まで、ここまでたどり着くね、そんなような気概で CCT やっていただけたらなと思います。さあそうしたらですね、ラスト日本代表の方の話に行きましょう。今回は新監督も登場です。新星6サイドアタック、日本総格の飛躍、戦術得意度レベル9でございます。いやーすごいね。これはまた後日詳しくね、この監督と現在のバルサの監督を比較していきますけれど、4-5-1のフォーメーションコンボ、ドリブルパス、セービング、パスカット、キープ、メンタルの 85% 強化です。まあ悪くないんじゃないかな、そこまで、否定するほどの内容ではないかなと思います。フィジカルスターの極意もあってね、いい監督だと思います。でその監督に合わせて出てきたのが日本代表ガチャですね。これは明日ね、ちょっと選手多すぎるので、ちょっと早めにね頑張って解説、全選手解説しますけれど、通常保証確率 20% とめちゃめちゃにコスパがいいですし、ジョーカーだったり複数ポジをこなす選手が多数いるので、結構優秀なガチャ、超コスパいいと思います個人的には。でただいやいやお前 5.5 周年が終わった後で年末年始も控えていて、そんな引けるわけないやんけって方もいらっしゃると思うんですけど、ワンチャンいけるよ、ワンチャン手に入るよってことで、最大70連無料の日本代表フリースカウトも来ております。これまた嬉しいですね。ただ今回のこのフリースカウト、星5多すぎるので、狙った星5が出る確率めちゃめちゃに低いですね。ここだけネックかな。言っても 20% とか言ってもこんだけ星5いるんで、その1人当たりの確率で言ったらね、だいぶ分散されちゃってはいますね。いやこんないなく、せめて11人でいいじゃんとか思っちゃいますけどね。めちゃめちゃにはちゃめちゃに多いです。すんげえ星5いる。であとはですね、この日本代表ログインボーナスでエンブレム、皆さんもお手元に届いてると思いますが、エンブレムとあとはユニフォームのセットが届きます。本当にね、日本代表のユニフォームですから、ぜひねこの機会に日本代表のアクセというかユニフォームに着替えてみてください。で1点注意点なんですけど、まあ言ってもめちゃめちゃ星5多いけど無料だからええやん、全然ええよ、引けるやろって思ってる方に、まあちょっとなんかあんまり良くない報告というか、まあなんかご連携なんですけど、星5確率 5% です。めちゃ厳しい、めちゃ厳しいです、めちゃ厳しい。こっちの GB で引ける方は 20% なんですけど、まさかの4分の1 5%、 せめて 10% ぐらい欲しかったなっていうのが正直な感想です。なんで1人当たりの確率で見ると 0.3% っていうね、いやー俺めちゃめちゃ堂安選手好きなんだよなとかって言っても 0.294% しか出てこないので、まさかのバルサガチャとかよりも1人当たりの確率で見ると厳しい。ロナウジーノが出る確率が 0. 待って、これね、
フリースキルロナウジーノが確か 0.3 なんだよな。そうですね、フリースキルロナウジーノが 0.333 なので、それよりも厳しいって思うと、いかにこの無料ガチャで狙った選手をね、70連しか引けない無料ガチャで欲しい選手引くのが厳しいかってことです。はい、私はちなみに今回ね、伊藤選手とかあとは久保選手がめちゃめちゃ欲しいので、ぜひここら辺引いた方はね、私のコメント欄に自慢しに来ていただけたらと思います。ってことでですね、本日の動画はここまでにいたします。日本代表好きな方はね、めちゃめちゃ盛り上がれる1週間だと思います。引かなくても比較的監督フォメコン作るのはそんなハードではないかなと思いますので、ぜひね作って遊んでみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。